ジナルとカバーを聴き比べることで新たな音楽の発見をしましょうという意味でこのタイトルです。今週はマイケル・ジャクソンの歌声をお送りします。マイケルが50歳の若さで突然この世を去ったのが2009年の6月25日ですから、もうすぐ丸3年ということになります。早いですね。なんか今ふっと思ったんですけど、レイちゃんもお亡くなりになったのが6月なんですよね。レイちゃん、そうですか。でもお亡くなりになると早いね。早いですね。本当衝撃的でしたもんね。そのマイケル・ジャクソンが生前こよなく愛していた曲を今日ご紹介ということで、はい、その曲はスマイルなんですね。もともとは1936年公開のチャップリン映画のモダンタイムズのラストシーンで流れる感動的なナンバーで、作曲はチャップリン自身ということで、これもびっくり、はい、チャップリンが作曲するってな。で、歌詞がなく、映画の中で使われるいわゆるメロディーだけのインストだったんですが、後に演奏家のジョン・ターナーとピアニストのジェフリー・パーソンズによって歌詞が付けられました。で、歌詞の内容は辛くても苦しくてもきっと明日は見えてくる、君が笑顔でさえいればという内容なんですね。で、その後数多くのアーティストによってカバーされていますが、今日このスマイルの聴き比べをお送りするということで、はい、多くのアーティストがカバーしている中で、1954年ナット・キング・コールがカバーしたバージョンが有名ということで、いやもう当時の、ナット・キング・コールっていうと、もう本当にブラックミュージシャンたちにとってはもう神様みたいな。だってもうこの番組でも何度も言ってますけど、ブラックミュージックっていうか、ブラックミュージック、そしてブラックミュージシャンの殿堂と言われてるニューヨークのハーレムにあるアポロシアター、はい、あそこのアポロシアターも有名ですけど、あそこの真ん前の通りがナット・キング・コールストリートですよ。それはすごいですよね。ナット・キング・コールの道だよ。はあ、まあ日本にも加山雄三通りとかあるみたいですけど、でも徳光横丁とかもあるらしいから。徳光横丁もなんか、でも徳光さん横丁って似合いますね。そうそうそう、いや徳光さんが勝手に作ったらしい。でもそれぐらい有名だから、つまりアポロシアターという殿堂があって、そこの前の通りが、そうナット・キング・コールストリートっていうのが、そうだから、それぐらいリスペクトされていたんでしょうね。黒人の中でも綺麗な発音で、ちょっとよく、東部南部なまりとかいろいろある中で、一番わかりやすい綺麗な、日本語で言うと標準語が一番綺麗にこう話せるみたいな。私なんかは関西人やから時々混じるじゃない、喋り方が。でもナッキンコールは黒人でありながら、なんか白人にも分かりやすい英語っていうことで、やっぱり多くの人に受け入れられてたからね。本当スタンダードとして。でも早くお亡くなりになってね、45歳でお亡くなりになってるんですね。だからお嬢さんと一緒に やられたアンフォーゲタブル、この番組でよく言ってるけど、いやいいねこれ、マイケル・ジャクソンがカバーしてるということで、まず、当時35歳のナッキン・コールが歌うこちらを聴きください。スマイルいますね、はい、いやこの歌は知ってるんですけど、チャップリンが作ったってのはびっくりしちゃった、はい、一時期チャップリン怒っちゃってほとんど見ましたけどね。でちょっとなんか政治的メッセージが強くなるなと思って途中でやめたんですけど、晩年そうなんですよね。なんかそうらしいね、難しいなと思った時に、はい、これをまたマイケルが歌ってるってのは、マイケルって別のお友達じゃないけど、先生言っちゃいますよね、マイケルって、はいはい、マイケル・ジャクソンはダイアナ妃を追悼するためにこのスマイルを歌ったんです。全然そのテレビ中継とかやりました？僕記憶にないです。私エルトン・ジョンしか、なんかバラがどうしたとかっていう、バラがどうしたとかっていう言い方ダメだな、言葉は知らない。エルトン・ジョンがオリジナルを歌ったってことですか？それはなんかダイアナ妃のために歌全米大ヒットしましたよ。マイケル・ジャクソンはダイアナ妃の追悼でスマイルを歌い、後にマイケル・ジャクソンの追悼式でマイケル・ジャクソンの兄であるジャーメイン・ジャクソンが歌うという、こう因縁があるみたいですね、はい。マイケル・ジャクソン当時37歳、1995年にカバーされております。それではマイケル・ジャクソンでスマイルです。